皆さんこんばんは、アクアテイクイの上野です。今日は、5番目ですか、紹介するのアクワクスタンプラリー参加店舗5番目の紹介、笹塚にあります角見さんに遊びに来ています。すいません、動画を何回か撮るうちにどんどん毎回私のポンコツ紹介動画みたいになってるんですけど、この前はスマホの充電途中で切れて動画を切り上げました、アクアフォーチュンさんで。はい、今日はごめんなさい、ピンマイク忘れたので一生懸命大きい声で喋りたいと思います。よろしくお願いします。入っていきましょうか。あ、ちゃんと扉にもポップが貼ってありますね。お邪魔します。入ると、まあ正直こじんまりとした店構えなんですけど、とても面白い生き物植物がいて、例えば入ってすぐ、はい、スッポンモドキがいます。お、顔出してる、かわいいな、かわいいな。このスッポンモドキはいろいろ、あの、今ここの水槽 に来るに至るエピソードがあるので、ぜひ角見さん遊びに来た時聞いてあげてください。今紹介しないのかよっていう感じですねじゃあ店内をこう見ていきましょう。ちょっと泉谷さん映ってくださいよ。あ、映らない、映らない。今ですね、後ろにご店主の泉谷さんいらっしゃるんですけど、あの、あんまりそう映るのお好きじゃないと思うので、はい、ちらっとだけ。こんにちは、気さくな方です。ぜひ何でも聞いてくださいって私が言うことですか。この隠れて手を振っている感じがとてもシャイでらしいですこうちょっとレジ前に置いてる、だって水槽の中だっていろんな水草が。あ、でも角見さん、これって全部販売してるわけじゃないんですよね。そうです、はい、非売品は非売品って書いてあるか、はいはい、まあ値段ついてないのは聞いてもらえればってやつですね。はい、ん、これはあのベースプラントはあれですか。そうです、ラダーリーフ。ラダーリーフですね。このあんまり見かけないレースプラントのラダーリーフ。ん、これって聞いていいですか、販売してます。あ、してます、してます。ここにちっちゃいのもいます。あ、ちっちゃい株も。結構レースプラントってちっちゃいうちから育てたいですよって人も多いと思うので、うん、まあ、もしお探しの方はぜひお尋ねください。新緑系機能なんかも至るところに。それはでも結構非売品多いですよね。そうですね、今は、小株がいないやつが多いかもしれないですね。はい、小株出てきてる時はよく売ってます。小株が出たら販売しますよという感じです。爬虫類もさっきスッポンモドキもいましたけど、両爬虫類もいろいろいて可愛いですね。もうなんかアピールしてますよもうアピールしてます。可愛いですね。両爬虫、鳥類だけいません？鳥類もいます。鳥類もいます。哺乳類もいます。哺乳類今いないです。今はたまにいますよね。たまにいます。あのネズミ系のやつとか。ネズミとかコウモリとか。はいはい、コウモリ。コウモリ、コウモリですか。はい、何でもいますね。パラダイスフィッシュは増やしてるんですもんか。これは勝手に増えてました。勝手に増えている勝手に増えている。ドイツ式ですね大きい水槽で、あの、ちっちゃいのを入れて勝手に増やせよっていう、あのドイツのブリーダーさんがよくやるやつですね水草を整理したら子供がいました。水草を整理したら子供が出てきたと。これも販売はされてるんですよ。売ってます、売ってます。あの、売ってないですけど、なんか話題のクリップもあります。売ってないけど、あ、ジュエルクリプトみたいな呼ばれ方してる、あれです。これは非売品なんですね。今ちょっと頑張って増やそうかな。増えたら皆さん、販売されますよ。あとはいろいろ、陸上ももちろん。これなんですか？アヌビアス。アヌビアス。ギガンティア。ギガンティアがすぎませんか？ギガンティア耳なし。ちょっと、ギガンティア耳ないのあるんですか？耳なしギガンティアとかいう名前です。へぇ、ちょっとこれ、二人とも手大きい方だと思うんですけど。すごい大人の成人男性の手2枚分より大きい、うん、すごいですね。根茎あれですからね。根茎はあれ根茎ですからねあれ、これ動画だと分かりにくいですかねでも500のペットボトルぐらい出したらあるじゃないですか。はいはい、で500のペットボトルぐらいの太さの根茎があるアヌビアスギガンティア。あ、ごめんなさい、私これいつもピンマイクと一緒に手持ちのスタンドも持ってるんですけど、それも忘れてて
すごいこれ無意識に縦向きにしたり横向きにしてて動画著しく見づらかったらすいません許してください。撮り直せよという話です。かふみさんに失礼な話ですね。そのままでっていうお許してたのでそのまま行きます。決して手は抜いてないんですよ。うっかりしてるんです。ダメですね。仕事してから来てますよ。仕事、そうですね、仕事してから来てます。もう一回戻りますけどね。いろいろ、あ、コキクモあるじゃないですか。コキクモ、これって産地があるやつですね。そうです岡山県産でしたっけ。はい、岡山県産コキクモ。あと意外と奥で見えますかね、一瞬流通してあんまり出回らなくなった、ちょっと見えづらいですけど、ハイグロロザイネルビスのアウストラリスなんかもありますね。そう、なので陸上も水中もどっちの植物も。あそこでもチャンパサクの、チャンパサクの、シペルスがいっぱいある。シペルス、あ、ラオスの、あ、ラオス、ラオスのちょっとちっちゃめの先月あたりの新着水草ですよね。今月かな、今月、先月どっちか乗ってました、ね、あれアクアライフ乗ってますよね。先月か今月かのに乗ってると思うので、新着水草です。ちょっと小ぶりで一般的なヘルフェリーより多分、そう、なんかちょっと太いんじゃないかって思って、うちの副店長の高萩曰く古場が出にくいとは言ってましたけど。あ、そう、出にくいです。あとなんかすごい脇から根が出ます。脇から、うん、いっぱいなんかどんどん増えます。脇からどんどん増えてくれると、うん、あ、これ多分かふみさんの声がおそらく入ってないと仮定して復唱しています。大きい声で。そう、エアレーションの音がすごい。確かに違うんですよ、マイクいつも2つ持ってるんですけど。いや、言い訳ですね。言い訳ばっかりするとうちのメンテナンス部長が厳しくって、上野さん言い訳しちゃいけませんと言われるので、このくらいにしましょう。今日は私の言い訳を皆さんに見てもらうんじゃなくて、かふみさんの店舗紹介です。あれ、これこのシダ何ですか。これはです、台湾ファン。台湾ファン、あー、まあよくではないですけど、比較的見かける種類はありますけど、こんな綺麗に水中化して、まあ、ボリュームいいですね。そうなんです、なんかでか、売らなかったらでかくなります。売らなかったらでかくなったということですけど、売っても、これ全部ボタンついたら全部下にこう下ろして。でも売ってももらえるわけです。お値段聞いてねってやつですね。これは。あとは後ろのはパクチョンさんのクリプトのバランサイですか。そうです、そうです。これこの間から行くお店でボコボコした葉っぱのクリプトいいよねというのをひたすら言ってるんですけど。あ、でもパクチョンさんそこまで普通のクリップ、他の産地のよりかは弱いんでしたっけ、ボコボコ自体は。いや、これでもね、結構ボコボコ感じ出てますね。へぇ、レイアウトにぜひ使ってください。レイアウトにぜひ、ライト、光量にもよると思いますけど、どっちかというと緑が濃いですね。緑濃い、多分超高光量とかにすると茶色くはなるんでしょうけど、本当はここの水槽だけですごい1時間ぐらい喋れるんですけど、ね、ニムファ系は何ですか。こちら、それはです、ナイジェリアの2016年、あ、人気のこの綺麗な風が入るナイジェリア2016もありますので、これもね、長崎の松村、長崎、うん、ちょっとピンクなんです、ピンクがかって茎が赤く、ああ新芽もちょっとなんかね、ちょっとね、ピンクっぽいんですよ。松村って結構綺麗ですよね、実は。なんか産地で違うの多いですよね。意外となんか新潟のやつちっちゃくて緑だったり、はいはい、新潟のはちっちゃく緑。これはどちらっておっしゃいましたっけ。これ長崎、南の方ですね。やっぱり北の方が植物ってちっちゃくなる傾向あるんですかね。そうとも言えないんでしょうか。でも木とかもでかいですもんね。そうですね、難しい話です。水中のものは違うのかもしれないですけど、松もまあ水上油を作らないですもんね。そうですね、浸水植物なので完全に。これ、ね、最近気に入ってるんですよ。はいはい、これも切り売りしてくれるやつです。 あとはいろいろと増やしてるやつだと、今ねグセファランドラ一生懸命増やしてる。グセファランドラを一生懸命増やしているところで、あ、お客さんもいらっしゃったんでちょっと奥に、はい、ちょっと営業時間中に撮らせていただいてるので、ここからはお店の奥の方で私が勝手に撮って勝手に喋ります。見ての通り植物の宝庫でございます。そう、さっき鳥もいますよって言いましたけど、ちゃんと鳥類も。だから本当に哺乳類以外みんな
いる。虫もいますからね、虫が。お魚ももちろんいますよ。お、立派なタンジェリンソードですね。あとは、そう、たくみさんといったら卵帯性メダカがとても得意というか、そういうお店なんですけど、今のソードテールはもちろん、まあ、たくみさんといったらエンドラーズだと思います。エンドラーズ、エンドラーズ、ちょっとお客様お帰りですね。どちらでしょう。松本の水槽。これ、ここエンドラーズ。あ、まさに、はいはいはい、これは何物ですか。これは、96だったかな、97とかその辺のブラックピーソーって。これつまりあの他の血が混ざらないように、一水槽に必ず一緒のエンドラーズを絶対混ざらないように一つ維持してる、そういう感じですね。そう、この子たちはそうです。で、なんかもう多分あんまり今いないです。あんまりいないと。原産地なくなっちゃったんです。ああ。埋められちゃったんです。はいはい。ってことはあれですよね、もちろん原種のっていうことです、ね、そうです、はい、これあの、ラグナルパトス。ああ。ラグナルパトス自体がなくなっちゃったんで。はいはい。土地が失われてしまったやつです。だからもう新しくも入んないです。なるほど。もちろんこれだけではないとは思うんですけど、特に紹介したいみたいなエンドラーズ。これね、ちょっとね、やっぱりこれですか。いや、これしばらくあの増えなかったんですよ。なんかもう 年でなんか年数経ちすぎちゃって、はいはい、なんか急に復活してきたやつ。不思議ですね。生き物とは読めないです。本当に。あ、ちなみに各種エンドラーズの紹介 SNS とかでされてますね。はいはいはい、あ、そうそうそう。話をうまくつなげますよ。SNS フォローキャンペーンをやっていて、いやらしいですね。あの、かくみさんの、まあ、全店舗フォローしてもらいたいんですけど、各店舗の、SNS のアカウント、かくみさんの場合は X ですね、旧ツイッター、フォローしてもらって、お会計時に出してもらえると対象品が 10% オフと。かくみさん、何がなりましたか。うちは、何でもなります。何でもなる。冷凍餌、冷凍餌以外、全部。生きてる餌と冷凍餌以外、全部。太っ腹というわけで、ただこれ期間中1回しか使えないので、大きいお買い物をするときに狙って使ってください。皆さん、もちろんエンドラーズもなりますので。 いいですね。あとグッピーもあの本当に卵帯性メダカがとても強いお店さんなので、さっき見かけたんだ、なんか気泡ついたら申し訳ないんで。あ、全然美しいですよ。ヒレが大きく、メスもヒレでかい。メスもでっかいですよね、ヒレ。なんか映りますかね。オスかなって間違えるぐらいでっかいのいます、ね、いやー、美しいですね。隣がオールドファッションモザイクって、最近逆に見ないですよね。そうですね、ブルーグラスはよく見ますけど、オールドファッションはブルーモザイクとモザイクで兄弟なんで一緒に入ってます、はいはい、なるほど。他にえ、なんすか、ブラインドケーブですか。ブラインドケーブですか。最近見なくないですか。最近見ないですね。たまにご注文されて撮ったりしますけど、本屋さんにもめったに来ないですか。だいぶでかくなってきた。あの、いわゆるあの、あ、そっか、あれだ、今洞窟のあの、はい、ブラインドだからあの目が見えない洞窟の魚っていう意味の、はい、そう、目が見えないけれど嗅覚なんですかね、これは。まあ、匂いすごいですね、超敏感です。じゃあ、あの、餌れたらパッと。あ、なんかもうヘロヘロ売り出す。はぁ、確かに最近ですね、こいつ気強いんですよね。でもね、なんかね、意外とね、なんかどうしかもやらないですよね。あ、確かに今この水槽に結構数入ってますか、餌入れてください。なんかあの、傷つかないですよ、別に。どうだ、気づいたか。あ、気づいた、食べてますね。ヘロヘロし始めるんですよ。見えてないのにこう、うまく食べるもんですね。ちょっと動画だと分かりにくいと思うんですけど。はぁ、お互いにぶつかんないのすごいですよね。あ、そうですよね、見えてないのにぶつかんないってことは、なんかあるんですかね。超音波を出すじゃなくて、なんかあの水流を感じてる。ああ、
そういう触覚になるんですかね、感覚でいうと。何でしょうね。あ、でもそういう感じだと思うんで。ですよね。面白いお魚です。お探しの方はぜひ、確かに置いてるお店さん見ない。ほぼないです。私が洞窟レイアウトとか作って入れましょう。あ、そう、ぜひぜひぜひ。どうでしょう。今年のレイコンテーマが決まりましたね。使えない。いや、かじるし、エビつきますよね。なんか白い水草ばっかりで、レイアウト作った。はいはい。あ、植物であとおすすめとか、ふみさんからあれば。この辺 の, あの仙人スパイスさんの、はいはい、仙人スパイスさんの、はい、この辺のラビシアとか、はいはい、はあ、この辺がなんか調子今上がってきてるんでいいじゃないかなとか思います。なるほど、はあ、とにかく何でしょう、じっくり見るとごめんなさい、言葉を選ばずと言うとあんまり大きいお店じゃないと思うんですけどこんなのあったのみたいなのがいっぱいあるので本当に気軽に聞いていただいて、はあ、ごめんなさい、またどこのお店でも私どの立場で喋ってるんだろうっていうお店の宣伝に来ています、もちろん。へえ。あともちろんブセファランドラもさっき見せていただきましたけど、いろいろあります、ね、あ、なんかカットして出したりとかしてるんで、でもなんかすぐ売れちゃうんですね。ええ、まあ、まあ、タイミング良ければ買える。まあその時に運が良ければという感じでご了承くださいっていう感じですね。もう下映して大丈夫なやつですか、この辺は。でも反射しちゃって映んないですか。確かに。なんかいっぱいあるぞというのが伝わってくれれば。これ楽しいの。これは何ですか。これブラックウォーターみたいに光でしてるんですよ。あ、ブラックウォーターじゃないんですね。セロハンみたいな。下敷きですよ。へぇ、良くないですか。お手軽。お手軽ですね。ああ、でも色はやっぱ明るいの早いし、落ち着くの早いんで。はいはい。へぇ、こういう工夫をされているので、これはぜひ、お店主を捕まえて話を聞いた方がいいお店ですよ。はい。なるほど。なんかグリードのアスピドラスは山ほど。アスピドラスってブリードできるんですか。なるほど、いっぱいいますね。来ましたね。ちょっと一瞬、すごいことになってきました。すみません。すいません、お客様いらっしゃったのでひっそりと隅っこの方で撮らせていただいております。セロハン的な、カラーセロハン的なので色を変えていると、お手軽です。いろんな植物が、私もたまにお買い物に来ます。シンニンギアを買いに来ます。私はたまに花をつけるパルダリウム用の、まあ、岩タバコですね。今多分なさそうですけど、そういうちょっとあんまり見かけないものを在庫しているのでおすすめです。ちょっとまたお店の奥の方で縮こまりながらひっそり動画を撮らせてもらっております。かわいいな、こっちに行きます。
芝居ですけれど、いろいろあります。厄介タンジェリンス、営業時間中に失礼してますので、ちょっとこのくらいにしておきましょうか。では最後何撮りましょう。何でさよならしましょうか。やっぱりスポンモドキです。スポンモドキです。お名前あります？スポンモドキ。スポンモドキ、あのお客さんはみんなポンちゃんと呼んでます。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンスポンモドキのポンちゃん。ポンポン、僕は呼んでないですけど、お客さんはそう呼んでます。角見さんは呼んでないけれど、お客様方から勝手にポンちゃんという名前、勝手に言い方よくない。ポンちゃんという命名をいただいているという、じゃあスポンモドキのポンちゃんの姿をご覧いただきながらお別れしたいと思います。笹塚にある角見さん、ぜひ皆様ご来店ください。アクアテイクイの上野でした。